でも実はアサイが美味しいとかそういうことではなくて、まあなんでかいつまんで話をすると、いいか2回ぐらいです、はいはい、2回ぐらいかいつまんで、かいつまんで、今日歌詞を送ってもらったんですよね。そう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 、それで最後の方になんか、そう、アサイ結局あのジャバンが起きて、うん、なんかダラダラしててなんか、いやいやそういうことじゃないと思うんだけど、だって、ね、起き抜けは顔が白いとか書いてある、あ朝だね、朝その朝、うん、起き抜けじゃない、起き抜けじゃないそのもうね、もう本当に歌われてる方はこれね、訳するその私たちが日本にいて、でその友人が今ブラジルに、地球の反対側にいて、でもこの曲を通じてすごい、もう本当に2万キロぐらいの距離はあるんですけど、でもこの曲を通じてきっとね、全く同じ時間帯に心が結ばれるような気がします。でもいろいろあると思うんですけど、すごく新しい感覚、フィーリングでね、曲を書いて、意外でしたこの曲は。うん、そう、これはやっぱりなんて言うんだろう、ウバキーニョ、うん、オーバキーニョ、小舟ですね、うん、で、小舟っていう、こうやらすると私 MC 長くなっちゃうんですけど、じゃあやめましょう、そうですかすごい長いですよね、聞いたことあります。そうそう、で、まあ、ね、ブラジル音楽っていうのはまあ、ウバキーニョは、なんでウバキーニョを話するかって、まあ、たまたま増えちゃったんですけど、Thank you.
ポホっていうあのジャンルの音楽ですね。今日はあのタンタンという楽器を使って、あの下のあの太鼓を演奏したんです。本当はこれザルンバっていう両面部太鼓を使って演奏するものですね。もう面白い歌詞ですよね。そうですね、はい、あの本当はこの曲あの藤川さんコーラスやらないって言われたんだけど、はい、早すぎて、はい、よく聞いてみたらコーラ来たソロ来たボンってそうです、ね、聞こえるから、ね、そうしか聞こえない。そうですね。このロタイアスのバンドの売りの一つであるルート二つ。歌がメインですよね。歌がメインです。ルート基本がハーモニー、はい、そうですね、はいはいはい、であのじっくりと演奏したいと思います。はい、バッファレン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 バッファ